ある人があのー、タイムマネジメントをしたいんだというふうに言ってきたわけです。タイムマネジメント、えー、で、えー、次回のクラスのテーマがタイムマネジメントなのであのぜひあのお楽しみにどうぞなんですけど実はでもねタイムマネジメントってねあのコーチングではあんまり本質的なことではないんです。なんでかっていうとあのタイムマネジメントっていうのはもう手段の中の手段であって。 要はあの、もちろん時間どう使うかが大切なんだけど何のために使うとか自分はどんな人生行きたいの目的の方が大切なんだけどあのそこなくタイムマネジメントすると何かっていうとやりたくないことをギチギチに詰めてであのやりたくないことを目いっぱいやるっていうタイムマネジメントになりかねないからだからあのまずは目的を明確にすす。るっていうことが大切なんですだから僕はあのそのクライアントさんがタイムマネジメントしてほしいんですとかタイムマネジメントができなくて苦しんでるんですっていう時にあ,のあんまり乗り気じゃなかったん でえ、どういうことですか?」って聞いたらねあのやらなくちゃいけない仕事があるんだけどもどうしてもやる気になれなくてもう実は期限を過ぎちゃってるんだとで、このままだと大変なことになるとでも動かないんだとでなんとかだからタイムマネジメントしてちゃんと自分がやるべきことをやれるように時間使えるようにしてほしいんだとこうお願いされたわけです。僕の答えは、嫌です <laughs> であの。だって、なんかさ、 その人の人中でね、喧嘩してる2人がまあいるわけじゃないですかやりたいやらなきゃって言ってるのとやりたくないって言ってるのとどっちかの片棒を担いでどっちかを制圧するような仕事はしたくないんですよ基本的にあのでだからやりたくないって言ったのでも困ってるんです助けてくださいって言われたわけで,でもやりたくないって言ったの。で <laughs> だってややりりたたくくななないいいことはやりたくないじゃないですか。あのね、あのうちの旦那殺してくださいって言われてるのと一緒だものだってそれはあの要はもう一人の自分を殺してくださいっていうのをあのやりたくないんですよ僕からしたらだからやりたくないって言ったのでも何とかしてくださいって言われたので「じゃあ僕の趣味に付き合ってくれるんだったらあのやってもいいですよ」って言ったんです。で、大地さんの趣味って,何ですかって言われて「やりたくない」って言ってる自分とか「やらない自分の言い分ね」 なんでやりたくないのかっていうことをしっかり聞きたいですってでもしそれに付き合ってくれるんだったらやってもいいですよって言ったんですで本人は嫌がってたけどねあのもうや「やらなくちゃいけないんです」と言い分なんか聞いてる暇ないんですって言うんだけど「じゃあやりません」って言ったら「あの分かりました」っつってしぶしぶ付き合ってくれたわけなんですでもう少し話を聞いてみたらね「頭では分かってるんです」と「やらなくちゃいけないのは」って大変なことになるのは頭では分かってるんですでも体が動かないんですっていうわけだからその人の頭と体を分けてポジションチェンジをするということをやってみたわけです。で とにかく何かを言いたがっているのはその人の頭ですから、頭が体に対して文句を言いたがっているので、もう徹底して言ってもらいましょうということなんです。こういうことってなかなか個人ではやりませんから。だから頭と体を分けて、で頭と体がこうやってなんか向き合ってるんだと、で体はとにかく動かないんだと、じゃあ動かない体に向かって、頭の立場になりきって、とにかく体を攻めてみましょうということをやるわけです。 どうしあんたん動かないのいい加減にしなさいよもう大変なの分かってるでしょバカじゃないの子供じゃないんだからってこうずっと言い続けるわけなんですでそれをわーってやりながらあそうかそういう気持ちなんだねってあの本当に動いてもらいたいんだねじゃあこっちの気持ちになってみようねあのこっちの気持ちをとにかく感じるとか知るとかっていうことをしないわけですからこの人はでだから散々言っといてもらってで、ちょっとすっきりしたらこっちの気持ちに入ってもらうでわーって言われて「なんて言いたい?なね」なんて言いたい 何も言いいたくないです。どうします皆さん何にも言いたくないって言われたらあのクライアントが嫌だということをさせるとコーチングは途端にうまくいかなくなりますから基本的には何でもクライアントがしたいようにしてもらった方がいいですよだから僕は即座にこういうわけあじゃあ何もしないでくださいっていうことです何にもしないでただ言われてて何にもしないでただ言われててくださいどんな気持ちですか気持ちじゃないですけど 彼女はこう言いました。向こうから川がわってすごい流れで流れてくるってで自分は大きな石みたいな状態でもう絶対にここから動かないどんなに流れてきても絶対に動かないそうだよねじゃあいっぱいいっぱい流れてくるから絶対に動かないでいてっていっぱいいっぱい流れてくるのを感じて絶対動かないでもっと動かないでどんな気持ち悲しいって言いました。なんで悲しいの?」 「あの人も本当はしたくない」からって「うんですあの人も本当はしたくないこんな仕事を受けたらダメなんだ」って「でもあの人はしなくちゃいけない」って言ってるって「でも私は絶対動きたくない」って「こんな仕事を受けたら駄目だから」っていうわけです。 で、それを入り口に聞いてったら要はまあコーチングのトレーニングかなんかをやる仕事を取ったんだけど最初の目論見みと違ってどんどん自分が教えたいことが教えられないものになっちゃってこんなものを教えたら逆効果じゃないかとかこんなものをコーチングだというふうに教えたら嘘になるんじゃないかというようなものを、まあ、教えるようなことがあの仲間とのプロジェクトの中で進んじゃってたと。で、 もうでも期日は決まってるしお金もらってるしあの自分のこれからのキャリアを作っていく上でもあのもうこれを潰したら大変なことになるからやらなくちゃいけないのは頭では分かってるけれどももう自分はやりたくないんだっていうことなんです。いやでも本当にそれに気が付いたらその気持ちを相手に伝えたらもしかしたらねうでもうやらなくてもいいって話になるかもしれないんですよ。でそういうのを自分の中でごちゃごちゃにしてるから人生がごちゃごちゃのまんまなんですずっとで、 で、じゃあどうしたら2人が協力できるんだろうかっていうことをまたポジションチェンジしながら考えていったでこのケースの結末は何だったかっていうとこっち側の椅子にねまた頭の椅子に座ってみた時に確かにそうだとでもやらなきゃいけないのは分かってると思うから協力してもらいたいと頭は言うしじゃあ何があったら協力できるのかって言った時にとにかくこの仕事ばっかりしてるのは嫌だと。 であの、ちゃんと自分が教えたいコーチングが教えられるんだってあの将来そういうことが起こるんだという手応えが欲しいと体側は言うからだからじゃあ何か具体的なプロジェクトがあるのかといったらまあありますと半年先かなんかにやるのがあってで、それは全然進んでないのにこっちの話だけが進んでるからとにかく嫌なんだとあそうなんだでじゃあちょっとだけそっち進めてみようよっていうことをちょっとだけすることに決めたわけです。で、あの最後出てきたアクションはだからこれね、あの まず自分が疲れ果ててることがよく分かったのであのもう日程を押してるけど明日は休みますと。で明日は休んだ上で明後日あさってその本当にやりたい仕事をやる仲間とちょっと連絡を取って少しだけその話を進めますとそうしたら自分の気持ちも落ち着くはずだからあの残りの時間を使ってもうとにかく資料は作っちゃいますとでも今回のことはもう約束だから社会人としてしょうがないですと。ででももう ここれからは仕事ををちゃんんとと選んで本当にややりりたいことをやりますっていうふうに頭と体との間で決着がついたわけですで実際に行動をとってどうなったかっていうと「休んだらすっきりしました」で「で友達と本当にやりたい仕事の話したら気分が上がりました」で「で、まあ、これはしょうがないと思って資料を作り始めたら3時間ぐらいかかるかなと思ってたら2時間もしないであっさり終わりました」「あんまりにも気分が良かったから、えー、ちょこちょこっと盛り込みたかったことを盛り込んでやりました」で「で出してみたらどうもそれが通ったっぽいです」ってこ,こういうことが起こってくる可能性もあるんだっていうことを。 そうです。であの、同じことがあのこれが分かると自分対人であろうが自分対もう一人の自分であろうがあの同じことで和解ができるようになるでも大切なのはまず自分のいろんな側面がちゃんと受け入れられる自分のことを責めてる自分も受け入れるし動かない自分も受け入れられるしそういうことが起こると人間は変わっていくんじゃないかとこういうことです。はい、じゃあ感想です。どうぞ